はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤの、カストロール無限 NSX の制作の続きをやっていこうと思います。で、まあちょっと内容的にはねレイブリックの NSX と連チャンになっちゃう形にはなるんですけど、まあ、ちょっと同時進行でやってるんでね、進行がほとんど一緒になっちゃうのは、しょうがないんですけども、今回のカストロール無限 NSX にも、デカールハリをやっていこうと思います。まあ一応前回の動画でこんな感じで、まあ、カストロールカラーっていうんですかね、黒蛍光レッド白グリーンで塗り分けをしたこのボディに、デカールを貼っていこうと思います。で、今回も、まあ、レイブリックと同じようにボディの大まかな柄のデカールを先に貼ってから、ね、上にスポンサーデカールを貼っていくっていう形になっていくので、まずはね、こっちのこの蛍光レッドの大きい柄を貼っていく作業からやっていこうと思います。で、一部ね、このデカール、このドアのところのデカールなんですけど、ここの白い部分ね、白い部分本当はデカールがついてるんですけど、ここはもう塗り分けにしましたんで、ここはねもう貼り付けの時点でカットして、貼っていくっていう形でやっていこうと思います。まあね、色がね全然違うんですよ。ちょっと分かりにくいですけどね、フロントからこうつながってるラインなんで、ここの色がね揃ってないと不格好なんですけど、やっぱりこのデカールがちょっとね年代物っていうのもあって少し変色をしてたので、今回はねここのデカールの白い部分、まあ、ゼッケンの色が違うのはねごまかしが効くんですけど、やっぱり塗り分けラインが色が違うっていうのはちょっと不格好かなと思ったので、今回はここは塗り分けにしてあります。でレイブリックの時はねそんな気にならなかったんですけど、このカストロールのカストロール無限 NSX、 こっち長いな名前が、こっちの方はね結構デカールの余白がすごく大きいので、大きい上に蛍光レッドがね結構にじんでるんですよ。なんでちょっとその部分はねこうキワキワで切って貼っていくという形にした方がいいかもしれないですね。ここの部分とかねキワキワで切ってあげて貼っていこうと思います。で、まあ今回もとりあえずマークセッターでいこうかな。マークセッターとマークソフターを使う感じでいこうと思います。で、あとこれこのフロントのノーズのところ、ここの部分のデカールになるんですけど、ここもね蛍光レッドが白のところに思いっきりにじんでるんで、この白の部分はねもう切り取っちゃった方がいいと思います。そのためにねきっちりラインで塗り分けてあるんで、ここはね多分もうこの白の部分カットしちゃっててもそんな問題にはならないと思う。
あ、で、あと、このサイドステップのとこですね。サイドステップのとこの黒のこの斜め線、ここはね、デカールでやろうと思ってるんで、ここの部分はね、カットしてあげます。これはね、多分カルトグラフじゃなくてタミヤのデカールなんでね、多分結構ふにゃふにゃなデカールだと思うので、注意をしながら貼っていきましょう。ね、ちょっとね、動画撮ってなかったんですけど、一応今切った3枚これ貼れたんですけど、デカールがね、もうかなり死にかけで、この3枚貼るだけで1時間かかっちゃったもうね、台紙から剥がれるまでにね40分ぐらいかかって、で、結構もうパリパリ割れるから、それをうまくつなぎ合わせて貼り付けてね、なんとかね、この3枚は貼れました。こんな感じ。色はね、あのバルケッタの蛍光フォーミュラーレッドで、色はデカールとの色の合いはバッチリでしたね。もうここのウインカーのところは塗装で、ここはデカールになってるんですけど、色はぴったしな感じ、こんな感じになってるんで、ちょっとね、これはね、動画では撮れないな。動画で貼り付けのシーン撮影しようと思ったらえらいことになってしまいそうなので、ところどころだけちょっとご紹介するっていう感じで、断片的にちょっと撮っていこうかなと思います、ちょっとね、貼り付けの動画は難しいな、これは、はい、というわけでぼちぼちとやっていきます。はい、というわけでやっとデカールが貼り終わりました。全部こんな感じ。もうね、ちょっとね、デカールがかなり劣化してたんだと思うんですけど、もうね、1枚台紙から剥がれんのにね、水につけて3、40分待たないといけなくて、もう動画で撮れるレベルじゃなかったので、もうちょっと収録外でここまで貼っちゃいました。一応ね、なんとか全部貼るのはできたんですけど、もうかなりね、デカールが硬くなってたっていうのもあって、もうマークソフターとかマークセッターとかをね、もうフルに使いながら、やっていくっていう形でなんとか貼り終わりました。こういうね、フェンダーにこう沿わすところとか、もうこうデカール乗っけてこうキュッと押さえただけでパキッて割れるぐらい、もうデカールがね、もうバキバキになってたんで、結構あっちこっちちょっと割れちゃってるんですけども、ある程度タッチアップしたんでね、これで、上からクリアを拭いていこうと思います。なんで、まあ、ここまでの動画だとね、もう尺が短すぎるんで、クリア拭きの動画までやっていこうと思います。はい、まずはね、早速砂拭きからやっていきます。まあ、いつものように使うクリアは EX クリアで、希釈が大体まあ1対1ぐらいですねの希釈の EX クリアを、砂拭きしていきます。
パンつけるの忘れた。こんな感じでとりあえず一旦ね全体に砂拭きをしてあげます。じゃあちょっと他のパーツ類にもねやっていきます。ね、こんな感じで砂拭きしたんで、もうそれなりやってる間にねこちらも乾いてるんで、この上に軽く、乗せていこうと思います。なんでちょっとだけね薄め液を出してあげて、はい、じゃあいきまーす。映せるな、よし、じゃあいきまーす。お、なんか埃がついてなんかね、ホコリっていうかね、こうちょっと濃いめの塗料とかをね吹きつけると、こうなんか綿あめみたいなね、これ多分クリアが固まってるんでしょうねみたいなのがちょっと出るんですよね。この辺一応取っといた方がねいいとは思うんですけど、最悪取り逃してもね、次のクリア吹いた時に溶けてなくなることが多いので。どこまで、あ、そう、この糸くずみたいなのね、多分クリアがね固まったやつだと思うんで、この後ねクリア拭いてあげたらある程度溶けるんですけど、あんまりいっぱいついてるとね、よくなさそうなんで一応軽くは取っておきます。はい、からやっていきます。
な感じ。とりあえずね、この段階ではまだ完璧なツヤっていうのは出てなくていいかなとは思うんですけど、まあ、こんな感じで全体がね均一にちょっと濡れた状態、クリアでこう濡れた状態になるように吹き付けてあげます。こんな感じ。そしたらこれで一旦ね、乾かしてあげます。そしたらね、しっかり乾かしたんで、この上にもう一回クリアを、もう一回、もう2回ぐらいかな、まあ、中研ぎに耐えうるぐらいの、塗膜ができるように、塗っていこうと思います。さっきよりもまたもうちょっとだけ新薄め液を足したクリアを拭いていきます。ちょっと遠いかな。よし、いきます。こんな感じ。だいぶねこれでねツヤが出てきた感じですけれども、これでもうちょっと乾燥させてあげて、あとまあもう一回ぐらいかな、もう一回ぐらいクリアを拭くっていう感じでやっていきます。はい、そしたら乾燥させていきます。はい、で2回拭いて乾燥させた時点で、こんな感じ、こんな感じの表面になりました。こうちょっとね、カメラ越しで見るとね、この蛍光レッドのデカールがすごい変なオレンジ色みたいな色に見えますけども、こんな感じで塗れました。一応ね、まあ正確に塗膜が何ミリって測ったわけではないんですけど、まあこれぐらいの塗膜があれば十分中研ぎには耐えられると思うので。とりあえずね、中研ぎ前の、デカールの上に一発拭くクリアに関してはもう今回はこれぐらいにしておこうと思います。こんな感じね。はい、なので、まだね一応触っても指紋とかはつかない程度には乾いてるんですけど、まだ完全乾燥ってとこまではいってない。こう爪とかでねグッと押すとちょっと肩がつくぐらいの硬さなんで、しっかりとねこの後乾燥させてあげて、中研ぎをやっていこうと思います。なのでねここからまあ最低でも丸1日ぐらいはやっぱり乾燥させてあげたいので、このまましばらく置いておこうと思います。なので今回のデカール針と、デカール後のクリア拭き、まあちょっとデカール針の方はね動画にできなかったんですけども、今回これぐらいにしようと思います。他の作業もねこの先順々にやっていきますので、まあ完成まで見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。